じゃあ詐欺くんが、はい、よくあのさっきのコーヒー屋さん待ってるのやった、うん、コーヒー屋さんサブスクやってましたね。あ、やってたやってたやってたね、うん、そのサブスクの方で、うん、なんか100円お得みたいな、うんうんうん、お得って書いちゃいけなくない？ダメなの？まあ、サブスクだけじゃなくて、うん、結局営業の時もそう、はいはい、例えば詐欺くん、はい、これを買ったら10万円お得ですよ、うん、って言われるか、うん、これを買わなかったら10万円損しますよ。どっちの方がちょっと怖いですか？まあ、怖いのは損だ。だってお得は別に買わなきゃいい話だよね。そうでしょ、うん、だそうなんだよ、うん、だから結局言い方が違うんです、はい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 、100円お得ですよっていうよりも、なるほど、毎月100円損してます、うん、みたいな言い方の方がちょっと印象というかキャッチが取られやすい。なるほど。そう、まあ、ちょっと100円っていうその金額が大きければ大きいほど損失も大きくなるから、はい、もっと大きい金額だ、リフォームとか、そう、リフォームとかもその 損失を言ってく、うんうんうん、営業の時、はい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 、例えばさリフォームの時に、ね、うん、無料点検しますよって言って、うん、おじいちゃんおばあちゃんの家でも何でもいいわ、はいはいはい、入るじゃないですか、うん、ね、で無料だから普通に入る、うん、入ればですね、はい、で家を点検した後、うん、最後にこれ結構シロアリ食われてて、はい、土壌が何だ何とかですよって、まあ今日決めなくても、うん、普通にねこれやんなかったらもう一回家建て直しで数千万円かかりますよ、怖い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 みたいなね、うん、損しますよって言ったら、怖い怖い、でその紙だけ渡せばもう帰りますよって書いてある。ちょっと待ってよなるよなこれじゃあそうなるよなシロアリがそういう風になる。いや、なるな。だから損をやっぱり言っていかないと、はいはいはい、営業っていうのはいつもみんなメリットしか言わない、うん、そう、あ、でも営業で言うとちょっと話ずれるけど、はい、営業で言うと一番あれが重要、他社の方がいいですよって言えるか言えないか。ああ、例えばじゃあ、なるほどな、ホームページ制作でも何でもいいです、うん、ホームページ制作してるとしましょう、うん、ね、じゃあホームページでじゃあ表示の重さ、はい、表示の重さだったら、うん、ね、サイト表示 のスピードだったら、うん、A 社の方がいい、はいはいはい、どうでもいいことは、うん、他社でいい、じゃあ他社の方がいい、細かいところ、ね、細かいこと、うん、他社の方がいいけど、うん、でもデザイン性だったら絶対欲しいです、うん、他社の方がいいっていうことによってこれもいいこれもいいがそのいいが際立たない、うん、これ悪いでもこれがいい、うん、だから詐欺くんだったら顔は悪いでも性格はいいですよ、まあ、の方が性格がいいっていうのを感じるじゃないですか、まあまあまあ、そういうもんや、まあ僕はね、納得はしないけど言い方これ大事、はい、なるほどね、確かに、はい、竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。